1986FIFA ワールドカップ準々決勝アルゼンチン対イングランドは1986年6月22日にメキシコシティのエスタディオアステカで行われアルゼンチン代表がイングランド代表を2-1で下したこの試合はアルゼンチンとイギリスが戦ったフォークランド紛争の4年後に行われサッカーにおけるアルゼンチンとイングランドの間のライバル意識の形成に 大きな影響を与えた。この試合では、アルゼンチンのディエゴ・マラドーナが、サッカー史に残る二つのゴールを決めた。一つ目は51分の、神の手ゴールであり、本来は反則であるが、手を使って、ボールをゴールに押し込んだ。二つ目は54分の、五人抜きドリブルによる、得点であり、イングランドのフィールドプレイヤー5人とキーパーを、ドリブルでかわして、ゴールを決めた。2002年、 この5人抜きドリブルによる得点は fifa.com フフによる投票でゴール・オブ・ザ・センチュリーに選ばれた。アルゼンチンはこの大会の決勝で西ドイツを3 2で破って優勝し、マラドーナは大会最優秀選手賞を受賞した。イングランドのゲイリー・リネカーは大会得点王に輝いた。19世紀、イギリスからの移民がアルゼンチンにサッカーをもたらしたが、イングランド代表と アルゼンチン代表の間のライバル意識は一般にイングランドで開催された 1966FIFA ワールドカップまで遡ると言われる。ウェンブリースタジアムで行われた準々決勝でイングランドとアルゼンチンが対戦し、アルゼンチンのキャプテンであるアントニオ・ラティンが退場処分を受けたほか、同行したラフプレーを連発したイングランドの前にアルゼンチンは敗れ去った。ラティンは 体調処分に怒りをあらわにし、イングランドの体幹衆を前にした、ドイツ人主審の判定に、偏りがあったのではないかと感じていた。イングランドのアルフラムジー監督は、ラティンに対して、アニマルという人種差別的な表現を用いて侮辱した。1966FIFA ワールドカップ以後に、イングランドのトッテナムホットスパー FC でプレーした、オスワルド・アルディレスやリカルド・ビジャなどの、 アルゼンチン人選手は人気を博したが、両国間のライバル意識は強く残っていた。サッカー外に目を向けると、1982年のフォークランド紛争は、両国間の不信感を増大させていた。南大西洋西部に位置するフォークランド諸島は、イギリス領であるが、1982年4月2日に、アルゼンチン軍が上陸して占領した。 イギリスはこれを自国領土への侵略とみなし、諸島を取り戻すために海軍部隊を派遣した。この紛争はイギリス軍に256人の死者を、アルゼンチン軍に645人の死者を出したため、紛争のちょうど4年後に行われた 1986FIFA ワールドカップの対戦は興奮に満ちたものとなった。試合後、マラドーナは我々は試合前に、 サッカーは、マルビナス戦争とは別物だと言ったが、たくさんの少年兵がまるで小鳥を殺すように殺されたことを知っている。この試合は復讐だったと述べた。1986FIFA ワールドカップの開催国は、当初予定されていたコロンビアからメキシコに変更となった。イングランドは、ヨーロッパ予選のグループ3を無敗で終えて、本大会出場を決め、アルゼンチンは、 南米予選を首位で終えて本大会出場を決めた。グループリーグではアルゼンチンが2勝1分の勝ち点7で決勝トーナメント進出を決め、イングランドは苦戦したものの最終戦でポーランドを3の0で破って決勝トーナメント進出を決めた。決勝トーナメント1回戦ではアルゼンチンがウルグアイを下し、イングランドがパラグアイを下した。どちらも大会開幕時点では 優勝候補とはみなされていなかったが、イングランドは大会を勝ち進む過程でチーム状態を改善し、アルゼンチンはマラドーナがチームを牽引した。試合は序盤から両チームに決定機が生まれた。アルゼンチンが試合を支配し、マラドーナを中心に何度も決定機を迎えたが、イングランドのキーパーのピーター・シルトンのセーブに阻まれた。13分には、 アルゼンチンのキーパーのネイリー・プンピードが足を滑らせたが、イングランドのピーター・ベアズリーは、チャンスを決められなかった。アルゼンチンは、ボール支配率でイングランドを上回り、相手を上回る走行距離を記録したが、イングランドの堅固な守備陣を破れず、0から0のまま前半が終了した。試合の後半には、この試合を有名にし、さらに悪な高くもした2つのプレーが生まれた。 神の手ゴール神の手ゴールを導いた動きの解説図後半6分、マラドーナは左サイドから内側に切り込み、斜め前のペナルティエリア角にいたホルヘ・バルダーノに転がるパスを出し、自身はバルダーノからのアンツーパスを期待して走り続けた。しかし、マラドーナのパスはわずかにバルダーノからずれ、守備に戻っていたイングランドのスティーブ・ホッチに届いた。 ホッジはボールをクリアしようとしたが蹴り損ない、ボールはペナルティエリアに侵入していたマラドーナに向かって放物線を描いた。キーパーのシルトンは空中のボールをパンチングしてクリアしようと試み、20センチメートル近くも慎重でマラドーナに勝るシルトンが有利かと思われたが、マラドーナの方が先にボールに到達し、左手の握り拳外側でボールを弾いた。 このボールはゴールに吸い込まれ、マラドーナの反則を見ていなかった。チュニジア人主審のアリビン・ナセルはアルゼンチンのゴールを認めた。マラドーナは後にチームメイトが私を抱きしめに来るのを待っていたが、誰も来なかった。私は彼らにハグしに来いよ。そうしなければ主審はゴールを認めないぞと言ったんだと語った。試合後の記者会見でマラドーナは、ゴールはマラドーナの頭が、 少しと神の手が少しのおかげだと主張し、神の手というフレーズが作り出された。彼が手でボールを叩いていたことがビデオや写真によって証明され、世界中のテレビや新聞でそのことが示された。イングランドのボビー・ロブソン監督は、いたずら小僧の手だと述べた。この特典は、両者のライバル意識の増大に火を注ぎ、イングランド人は、 f i ファワールドカップ優勝の可能性が騙し取られたと感じた。一方、アルゼンチン人は、この先制点の経緯に満足し、セサルルイスメノッティ監督は、人々は、こう言っている。大いに素晴らしい。この得点は、とても不誠実で、とても非常だ。イングランド人をひどく傷つけたのだからと語った。世紀のゴールしばしば史上最高の個人ゴールと主張される。 正規のゴールと呼ばれるゴールは、神の手ゴールのたった4分後に生まれた。エクトル・エンリケがマラドーナにパスを出し、ハーフウェイラインから、自陣側20メートル内側にいたマラドーナはドリブルを、開始した。10秒間のダッシュでボールを持ったまま60メートルを、駆け上がり、ベアズリー、ピーター・リード、テリー・ブッチャー、2度、テリー・フェンウィックの5人を交わした。 さらにキーパーのシルトンもドリブルでかわし、ボールをゴールに押し込んで2から0となる得点を挙げた。このゴールについてマラドーナは、バルダーノにパスしようと思っていたが、相手選手が囲んできたので、スペースがなかった。そのために、自ら持ち上がってシュートしなければならなかったと語った。彼は後にフェアプレーに徹したイングランドに惨事を述べ、他のチームに対して私があのプレーをできたとは思わない。 よってつどって、潰しに来るからだ。彼らはおそらく世界で最も気高いと語った。2002年、このゴールは 2002FIFA ワールドカップ期間中に、FIFA のウェブサイト上で行われた投票によって、ゴールオブザセンチュリーに選ばれた。2位には 1998FIFA ワールドカップで、イングランドのマイケル・オーウェンが、アルゼンチン戦で決めたゴールが入り、4位にはマラドーナが1986。 フィファワールドカップ準決勝のベルギー戦で決めたゴールが入った。リネカーの得点とアルゼンチンの勝利アルゼンチンのリードにより、イングランドはクリス・ワドルとジョン・バーンズという二人のフォワードをピッチに送り出した。試合序盤に激しく攻め立てたアルゼンチンに疲労が見え始め、イングランドは試合を振り出しに戻すために、さらなる構成を仕掛けた。グレン・ホドルとバーンズの舵取りでチャンスを喪失し、 80分にゲイリー・リネカーがバーンズのクロスからこの大会6得点目となる得点を決めた。しかしアルゼンチンも同様に決定機を作り出し、リネカーのゴールの直後には途中出場のカルロス・タピアがゴールポストに直撃するシュートを放った。87分にはバーンズのクロスに対してリネカーとアルゼンチンの不利を オラルティコエチアが反応し、フェアなプレーではあったが両者が空中で激突した。イングランドは同点に追いつくことができず、アルゼンチンが2-1で勝利した。試合後にはホーチがマラドーナとユニフォームを交換し、このユニフォームは2000年代にイギリスのナショナルフットボールミュージアムに貸し出された。マラドーナはまた彼に厳しいマークをつけてタックルを仕掛けた他国と比べ、 フェアなプレーに徹したイングランドを称賛した。イングランドでは多くの国民がマラドーナのハンドボールに欺かれたと感じており、アルゼンチンに対するライバル意識が一層強まった。その一方で、アルゼンチンではこの試合はフォークランド紛争の仕返しとみなされ、1966FIFA ワールドカップ準々決勝でのアンフェアな試合の仕返しであるともされた。かつて、 アルゼンチン代表であったロベルト・ペルフーモは、1986年はイングランドに対する勝利だけで十分であり、FIFA フフワールドカップで優勝することは二の次であった。イングランド撃破が真の目標であったと語った。マラドーナの最初のゴールはイングランドで大きな論争となったが、2点目は世界中でその輝きが認められた。 彼の才能に対するイングランドの評価としては、2002年にチャンネル4が行った投票がよく知られており、スポーツにおける最高の瞬間を100位まで選出したその投票では、マラドーナの2点目が6位に選ばれた。エスタディオ・アステカの外には、マラドーナの2点目のシーンの彫像が混流された。アルゼンチンはこの大会で優勝し、1990、FIFA ワールドカップでも、 準優勝となった。イングランドはリネカーがこの大会の得点王に輝き、1990FIFA ワールドカップでは、自国開催で優勝した 1966FIFA ワールドカップに次ぐ4位という成績を残した。両国はフランスで開催された 1998FIFA ワールドカップと日本と韓国で共催された 2002FIFA ワールドカップでも対戦している。 1998FIFA ワールドカップでは両者に一つずつの PK が与えられた後、イングランドのデビッド・ベッカムが退場処分を受けたが、マイケル・オーエンが見事なゴールを決めて一躍ヒーローとなった。2002FIFA ワールドカップではグループリーグで対戦し、グリーニッジ表順次における正午にキックオフされた試合は史上最長の昼休みと表現された。イングランドの 何百万という人々がテレビ観戦するために仕事や活動の手を止めたためであった。ベッカムの PK でイングランドが1-0で勝利し、結局アルゼンチンは決勝トーナメント進出を逃した。アルゼンチン V イングランド、ありがとうございます。